嗨，大家好，我是切尔奇尔。今天影片特别不一样，我们请到一位出道即满六周年，即将在今年二月隐退，因短发高挑形象著称，被乡民称作暗黑郭雪芙，甚至台湾还有科技大学以他为命名。让我们来欢迎米芝诺阿萨希水野朝阳。大家好，我是水野朝阳，米芝诺阿萨希です。お願いします。相信很多人都对 AV 或者是这个产业有很大的好奇，那我们今天也准备了一些问题来好好的问水野朝阳小姐。好，那我们今天问的第一题就是，网络上很多人都说水野小姐跟郭雪芙长得很像，那我们想问问看她本人是否觉得长得很像呢？この女優さんすごく綺麗です。でもなんかすごいみんなが私と似てるって言ってくださるんですけども。全然私こんなに綺麗じゃない。我们想请问水野小姐，那请问您当女优的动机是？きっかけ、大きな理由が興味、性に対してだけじゃなくて、映像、ものを作る裏方というか、どうやって作るのかなっていうのを知りたいなって思って入りました。那想请问水野小姐，家里的人或朋友知道您在从事这个行业吗？那他们是怎么看待的呢？友達は大体知ってます。でも家族は知らない。で、友達とかはコンビニで雑誌の表紙に私がいると写真を撮って送ってきて、LINE とかで送ってきてくれる。好，那第四题应该台湾也蛮多人好奇，就是如果台湾有男生或女生想要拍 AV 进入这个行业的话，所以长荣小姐会建议吗？那一つ確実に言えることが、こういう業界なので、勇気を出すこと。あとは二つ目が自分に自信を持つこと。三つ目は、その業界にこの業界に入ってきたら。周りの人とかファンの人を大切にすること。那第五题我们要问的是，水野小姐喜欢台湾哪种类型的男生呢？那我们拿了两种照片来做举例。こっち。哦，原来哦，韩国语哦，特别牛逼，特别牛逼。OK， 好。理由はいいよ。さっきの私が選んだ方は目が優しい。ってこうあと、ここね、生まれたてのひよこみたい。哇，好爽啊！好，那再来这个问题，可能有点私密，就是如果从事这个工作的话，会不会影响到自己本身的感情生活呢？AV 女優をやってたからといって、そのプライベートの恋愛に支障はない。むしろなんかすごい興味を持ってくれる。なんかどうやって撮ってるのとか。好，那想请问水野小姐，这问题有点害羞，就是自从做了女优之后，会不会减少每天想要自己来的欲望？オナニーは AV 女優をやる前からあまりしない。どっちかっていうと、一人でやるよりも誰かとやった方が楽しい。那接下来这问题可能有点硬，就是听说水野小姐对 S 非常有研究，我们可以请她示范一下，就是如何 S 的让人家就是又痛又爽吗？まずはここ。耳こうやって触るじゃない？ここでつぶやくっていう。そう。でその後は下に下がって乳首を触る。あとはもう。好，那我们知道说水野小姐因为今年二月就要隐退了嘛，那我们想问她说，在隐退之后，她有什么样的规划呢？ずっと私はすごいビジネスをしたくて、それが何のジャンルっていうのはまだ決まってないけど。そうですね。私は自分のお店を持ちたい。好，那我们进入最后一题，就是那我们想请问水野小姐，拍了 AV 六年，这次想要隐退的动机是？二月来月でちょうど六周年になるんですけど、節目水野朝希としてのちょうど節目というタイミングであることと、あとその私の夢ビジネスがやりたいっていうのを具体的に進めるために。引退ということになりました。那最后我们可以请水野小姐对台湾粉丝说几句话吗？あと二つ目がすごい
SNS、Twitter、Instagram でもう国境を越えて私にこう頑張ってとかこう声援をくれてすごく支えになりました。まあ、あの水野朝日という、なんだろう、活動はやめますけども、プライベートで台湾に必ず来るので、ありがとうございました。好的呢，谢谢雪莉乔洋小姐接受我们访问。那这六年来也真的辛苦她了，希望她在未来都可以过得更好。好，那我是Chill，祝大家有个美好愉快的夜晚，我们下次见，拜拜。拜拜。